ほど停車しました東川駅。東川は有名な鯉のぼりの川渡しの場所です。丹後の節句の4月下旬から5月の新緑の頃、駅のあるこちら側から四万十川を渡りで向こう側の山にロープを張り渡し、全国から健やかに育てと子供の成長に願いを込めて集められた何百匹ものの鯉のぼりが爽やかな川風に泳ぎます。新緑の頃にもぜひもう一度お越しください。
Thank you.
左手に見えてまいります。沈下橋が茅葺で沈下橋でございます。この茅葺で沈下橋は平成9年 JR のフルムーパスの発足に利用され、葉山雄三夫妻がロケに訪れた沈下橋でございます。この辺りの絶好の撮影ポイントです。左手前に見えてまいります沈下橋、茅葺で沈下橋です。
対象に着きます。降り口は右側です。9分ほど遅れての到着です。本日は列車遅れましたことをお詫び申し上げます。宇和島行きご利用のお客様、ホーム向かい側停車中の列車にご乗車ください。反対方向宇和島行きご利用のお客様、すぐの発車です。お忘れ物のないようご注意ください。トロッコ列車の旅はいかがでしたでしょうか。またのご利用をお待ちいたしております。まもなく土佐大将に着きます。降り口は右側です。引き続きご乗車のお客様、トロッコ車両から前側の車両にお移りください。